始まるよ始まるよ、もっともっと島根が始まるよ、始まるよ始まるよ、知りたいことばかり情報広場、もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、ストップ自転車の盗難、鍵かけ甲子園、始まり始まり。ここは出雲商業高校、自転車通学の生徒に鍵かけを呼びかけています。おはようございます。おはようございます。毎日こうやって声をかけてるんですか？はい、私たちは学校として鍵かけ甲子園にエントリーをしているので、毎朝このように声かけを行っています。鍵かけ甲子園、自転車の施錠率向上を目指し島根県警が実施しています。3回目となる今年は県内29の高校が参加。なぜ鍵かけ甲子園を実施しているんですか？はい、島根県は盗難被害に遭った自転車が無施錠であった割合が全国でワースト1位です。そこで自転車に乗る機会の多い高校生を対象に鍵かけの意識づけをしてもらいたいと思い始めました。島根県内では去年はおよそ530台の自転車が盗まれており、今年も11月末現在でおよそ440台が盗難に遭っています。3年連続鍵かけ甲子園に参加している出雲商業高校、昼休みにすべての自転車の鍵をチェックしています。チェック中にごめんね。はい、毎日チェックしてるの？はい、毎日チェックをしています。029094。チェックした自転車の番号をホワイトボードに書き、毎日結果を発表します。この日はどれぐらいの人が鍵をかけてましたか？鍵をかけていなかったのは2人だけだったんですけど、鍵かけを 100% にしていけたらいいなと思いました。目標は施錠率 100% です。鍵かけ甲子園、審査のポイントは施錠率、生徒の取り組み、そしてもう一つが二重ロックです。なぜ二重に鍵をかけるんですか？一つの鍵だと簡単に壊されて盗まれてしまう恐れがあります。鍵が2つあると壊すのに手間がかかり、従って狙われにくくなります。出雲商業の生徒たちも二重ロックを実施しています。放課後、生徒がコンビニエンスストアにやってきました。自転車を止めるときは必ず鍵をかける。鍵かけ甲子園の成果が出ているようです。大勢の人が訪れるコンビニエンスストア、油断していると簡単に盗まれてしまいます。僕たちも鍵かけを習慣にしよう。今年の鍵かけ甲子園、最優秀賞は出雲西高校でした。平均 98.4% の高い施錠率と毎朝の声かけの取り組みなどが評価されました。この学校内だけじゃなくて、地域の方であったりとか家族の人とかにも声かけて施錠してもらえたらいいなって思ってます。もっともっと島根、自転車を盗まれないためには鍵をかける、そして二重ロックをすることが大切です。鍵をかける習慣をつけましょう。次回は支えよう地域の消防です。それではまた来週。